カノコギ小五郎カノコギ小五郎から1922年4月1日は日本の官僚、裁判官、政治家、県知事、貴族院議員、本籍、東京府、日後国熊本城下昼職人長で熊本藩士、カノコギ祭七の長男として生まれる。1880年秋から慶応義塾などで学び、1883年10月、 ドイツ学協会学校に入学。1888年夏、同校を卒業し、同年10月、高等試験に合格。同年12月、判事司法に認じられ、長崎治安裁判所詰めとなる。以後、熊本市審裁判所詰め、同判事、熊本地方裁判所判事、横浜地方裁判所判事を歴任。1894年2月、 法制局に展示三時間に就任。1901年11月、台湾総督府に展示民生部通信局長兼三時間となる。1909年7月、農商務省に展示公務局長に就任した。1910年6月、香川県知事に登用された。以後、和歌山県、岐阜県の各知事を歴任。1921年5月、 岐阜県知事を退任し、貴族院直選議員に任じられ、研究会に属し死,死去するまで在任した。その他、日本大博覧会理事官、高等教育会議議員、東京高等工業学校小議員、臨時教育行政調査会委員などを務めた。ありがとうございます。